純米いただきました。むちゃくちゃうまい。忘れもしない2700が推薦のごとく出てきてさあ、こもて純チャンネルです。実はですね、今日は、私の可愛い可愛い後輩2700の常がですね、キッチンカーで今一生懸命働いてるんです。いろんな問題ありました。闇営業からずっとお仕事がなくなってきて、そして相方のヤソがちょっと病気がちになってしまい、なかなかネタができなくなった。その中も家族もいるので助けなきゃいけないということで、自分でキッチンカー知り合いの方にお願いをして、今働かせていただいてるっていう、そのキッチンカーのまさにその現場に、私自分で取り寄せてまいりました。純米を届けに、まいりましょうということで、今、はい、突撃いたします。突撃しましょう。はい、寄ってらっしゃい。はい、はい、見てらっしゃい。はい、寄ってらっしゃい。邪魔、どけて。いや、ちょっと。はい、やって。ちょっと何やってるんですか。どいて、邪魔です。コモさん、コモさん。いらっしゃいませ。ちょっと、何これ。あ、すね、ちょっと邪魔です。純米。はい、やってます。純米100円って書いてるよ。純米100円でやらせてもらってます。ちょっと。はい、あったかいおにぎりどうでしょうか。やめて。はい、どうでしょう。クリスピーポークがついてきますよ。漏れなく。クリスピーポーク。俺が作ってるやつ。何やってるんですか。ついてきます。純ちゃん米どうでしょう。おにぎりどうでしょう。ちょっと困る。どけて。つねちゃん邪魔。困る。これ。純チャンネルでおなじみの純ちゃん米。何これちょっと。どうでしょうか。ちょっとほんまコモさん、ええ加減にしてください。ほんと右肘左肘交互に見て、右肘左肘交互に見て。何が出るため。どうブラコッコってどうブラコッコってやれやって。コモさん、いや、とんでもない。ありがとうございます。いえ、いらっしゃいませ。いや、来たですね。うわ、自分が作った純米持ってきた。うわあ、すげえ。うわさの純米。うわ、絶対美味しいやつこれ。どの辺持ってきた。大分で作られてるという。そうや。常がもうお米足りへんやろ。足りひんです。なあ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。純米いただきました。高道、年内に登録者数3070人に行かないと3070キロマラソン、70キロ走ってもらいたい。そうなんですよ。それで伸びてなくて今。それでもなんとかみんな、はい、あのしてあげて。これぜひちょっとよろしくお願いします。ここから撮ってください。よろしくお願いします。久しぶりですね。久しぶりです。もういや、ここでやってるっていうのは、はい、知らなかったわ、僕は、その場所も。だから常に、はい、どこでやってんのって聞いたら、ここと、まあ、あともう一度場所があるんですけど、はいはい、で来週行くわっていう、実は LINE をしてるんですよ。そうですね。来週行くから、その時に待っといてなっていう LINE をした後に、すぐリンクショットとかテレビとかね、はい、そう言ってますよ。昨日の夜に。まあ、その時から。そう、もういろいろ言うてて、お米が間に合うんだったら、もう今日行きたいみたいな。うわ、マジ？もう嬉しい。いいよ。クリスピーポークがあと何個ぐらい？あと30食ぐらいもあります。あ、じゃああと30。いや30 作るのが時間かかる。1分しかない。揚げるのに2分で作れるんですけど、やっぱあの容量、フライヤーの容量もあるんで。フライヤーってこんな大きいんじゃない？いや、どんなフライヤー見てきたんですか？それ工場でやってらっしゃるでしょ、きっと。そうか、そしたら別に常のこのキッチンカーだからって特別に、はい、クリスピーポーク1本2000円でとかっていうわけにいかない。コモさん、コモさん知ってます？これで2000円。いただきます。いただきます、常ちゃん。これがオレンジソースですね。オレンジ、あ、いいね、オレンジソース大好き。はい、サルサソース。あ、このお肉何これ。普通の豚とちょっと違うよ。え、どうですかこれ。うまっ。何これ。美味しいでしょ。うん、むちゃくちゃあっさり食べれるわ、豚が。そうでしょ。
とんかつっていう感じとはまた全然違うんだよ。そうなんです、できるだけとんかつから離そうと思って。あ、そっちの方がいいわ、うん、そっちの方が良かった、はい、衣の感じも違うもん。はい、一応これもいろんな方のアドバイスをいただいて、うん、教えてもらって。これ常自分で作ったやろ。そうです。いや、そこそこでええねんクオリティが高すぎるねんこれ店せえ、むちゃくちゃうまい。これはこれガーリックソースです。へぇ、おいしそう。えこれも、違う違う、これもある、これファブリチーズです。はぁ、どれいく、これチーズ、炙りチーズって言ってさっきさ、はい、バーナーで炙ったんだよ。そうです、うんうんうん、実際に。チーズうまい、間違いない、おいしい、うん、めちゃくちゃうまい。いやよかった。そんなに、ほんで、はい、辛みが足りない方はこれホットヒーヒーソース。おー、上手やわ、つね、よかった、俺安心した、俺。ありがとうございます。なのにここがちょっと今日はもう最後のポジションになって、また違うところでやるんだけど、毎週火曜日に、はい、神宮前で、神宮前で、はい、この常のキッチンカーが出没すると。そうです。これはほんまに見てる人で、俺がこんだけ言ってるし、俺の舌を信用できないんだったら食いに来な、自分たちで俺はマジでうまいと思うから、自分たち確かめな。見てる人もほんまに、はい、うむ言わさず大盛りにしてあげたら10枚いいよ。本当ですか。うん、もうあの常のこの通常のやつじゃなくても、はいはい、大盛りも同じ値段でしてあげてよ。わかりました、ありがとうございます、うん、これを見たっていう証拠になるような、はい、なんかキーワードを決めればいいんだよ。キーワード、うん、常のキーワード、常の大好きなキーワード。ちょっとホットヒーヒーって言っちゃってるから、それはもう誰でも言っちゃうから。そうやな、ホットヒーヒーって言うてまうからな、はい、じゅんちゃんヒーヒー何がいいですかねって言いかけたのに、じゅんちゃんないんですよ。もう言いかけてるやいないややってるから、じゅんちゃんヒーヒー、これなかなかない、というか多分ないと思う、これ今考えたからなので、じゅんちゃんヒーヒーって言っていただいたら、はい、純米無料で大盛り、お願いします。しましょう、はい、いやほんまにあのキングオブコントの時、ええ、忘れもしない2700が彗星のごとく出てきてもう恥を忍んで、先輩にもかかわらず、みんなの前でこんな面白い人が世の中にいるんですかと豪語し、いやもう本当にその時のもう河本さんのあの一言でだいぶ変わりましたから、僕らは。いやもうずっと好きやねん、俺そっからやもん、ずっと好きやもん、どの道。ヤソもむちゃくちゃ心配だけど、早くヤソがピアノ弾けるように戻ってきてもらいたいのよ。エアーじゃないんで、俺の中であいつは弾いてんのよ。あいつのピアノは俺は見えてる鍵盤が見えてる。そうだけど、あいつのテンション的に、はい、あいつも打ってるから本当に、うん、だからエアでもできないんだよ。できないものはあいつ天才派だから、はい、もう衝撃だったから、そっからいろんな番組、とにかく2007年面白い面白いっていうようなことをもう言い続けて、マジ感謝です。いやでも本当にね、もうネタに関してね、もうキリがないぐらい、もう2007のネタは面白い。俺が一番袖をいつも取って袖の一番前で、ヤソか常かどちらかが風邪をひいたら俺が代わりにやるって言ったぐらい全部覚えてんの。いや、いつも袖で見てくださって初めて俺この話するんやけど、常と、もうあの時そんな話できるようなテンションじゃなかったし、家に行った時に俺も家族見えただけで号泣しそうになって、俺もどうしてあげていいのかわからんし、こっちも。いやいや、あれはでも本当にありがとうございました。いや、とんでもない。もう今1350で頑張ってるんだよもう2700までないから、今1350じゃない、今ちょうど1350やねんけど、はい、早くね、残りの1350が来ないと。そうですね、話はできてんの、はい、話はできてます。だから早くネタもできるようになったら、通常の舞台に戻れて、ね、はいはい、なれればいいよな。あ、仕込みがこんなに大変でとか。そうですね、でも僕もなんかもっとこう華やかで、華やかでね、俺はそういうイメージ楽しいかなっていう、うん、まあ、もちろんやってて楽しいんですよ。結局やっぱ仕込みっすね、なんか。それ一人やで。いや、一人でやってます。家で仕込んで持ってくる。そうです。奥さん手伝ってくれたりする。いやいや、もうそれは無理やな。はい、なんか奥さんもやっぱ育児があったり、子供がおるからな。はい、奥さんも働いてるんで、うん、3人ですもんね。そうです、子供
可愛いね、びっくりするぐらい可愛いね。だからあなたはどんだけポジティブに物事を考えられるのかっていう、こういうところがすごいと思う。好きなんだけど、さらにすごく尊敬できる。いや嬉しい、そんなやってくださって。どうしてそういうモチベーションを持てるわけ？こう、まあ、もちろんその子供、家族養わなあかん、まあ、それが一番の原動力ではあるんですけど、結局やっぱりなんかこう自分が楽しくないと やりたくないっていうのもありますし、自分見て明るくなってもらえたらっていうのがありつつ、それ自分で言いつつもみんなからパワーもらってるみたいな。はあ、素晴らしい考えができてんねや。まあ、じゃないとこれなかなかできへんわ。もう大したもんだわ。いや、ありがとうございます。俺もう大したもんだわって言えるぐらいのレベルのものを自分で仕込んで作ってんのよ。だからみんなクリスピーポーク食べに来て。いや、ぜひ。うん、ほんまに。マジ来てほしい。結構本気でやってる感が出てるわ。あ、よかった。よかった。僕もなかなか26年も芸人やってて、いろんなところで食べさせてもらったんで、はい、分かるけど、普通に美味しい。ありがとうございます。本当に美味しい。よかった。来て。嬉しい。あ、よかった。これもう終わりやねんな。そうです。お店自体。はい。あ、そうね。じゃあこれも後で片付けて。そうです。あ、そう。まあ残りはまだあるちゃんのちょっと。あ、あります。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターでいろいろな情報を通知しています。次の動画もおめえらが見ねえわけがねえ。好きなんだけど、さらにすごく尊敬できる。